南緯82度、東経60度から南緯70度、東経115度にわたって大きな弧を描いて南極を横断する先カンブリア時代の粘板岩で構成された山脈で、高さ3万4000フィート、約1万363メートルに達する。洞窟の入り口が多数あり、地下に大空洞がある。かつて、この山脈は古のものや、旧支配者が支配していた。高度2万フィート地点にある台地には彼らのかつての居住地であった建造物が規則正しく並んでおり、それら建築物の壁面に刻まれている朝浮き彫りや彫刻には古の者たちの歴史が描かれている。狂気山脈の奥深くには、古の者が奴隷として作ったショゴスが野生化して生息しているほか、コウテイペンギンより体が大きく、目は退化し、白化したペンギンがたびたび確認されている。1931年1月22日に、ミスカトニック大学の教授や大学院生によって編成された探検隊によってこの山脈は発見される。探検隊の面々はそこで古の者の歴史を知り、その後ショゴスの襲撃を受け、また、ショゴスに殺されたばかりの古の者を目にしたという。